絵手紙リリチューブ。リリさんです。今回のテーマは感動も鮮度が大事。寒くなってくるとモチーフとなる花や果物も少なくなり、その時期の野菜などの食材を描くことも増えますよね。今回はカボスを半分に切って描いてみます。最初は丸ごとをそのまま描いたら、今度は半分に切って描く。そしてその後はまた4分の1に切って描く。こうすれば一つのものであっても3回分絵手紙が楽しめます。仮にですが、2枚目の絵手紙も同じモチーフで同じ角度同じ大きさで描いたとします。その結果は、皆さんも経験がおありかもしれませんが、大概1枚目の絵手紙の方がずっと出来栄えが良いです。それには理由があります。モチーフから受ける印象は最初が一番新鮮で、それに対する興味も高いですが、2度3度と同じものを描けば新鮮さは損なわれ、こんな感じだったなと慣れが生じてしまい、よく見ずに適当に描いてしまいがちになります。真剣に描いたものと慣れてきて適当に描いたものって比べてみた場合ですが、歴然と違いがあります。それがご自身のものであれば、なおさら違いを強く感じるでしょう。絵手紙で年賀状を送る場合などは、同じデザインのものを効率よくささっとたくさん描くのもありだと思いますが、普段の絵手紙なら一枚一枚気持ちを込めて、ゆったりとモチーフともお相手とも向き合って描きたいですよね。原画ご支援できました。続けて同じモチーフを描く場合でも、適当にならないようにモチーフの新たな側面にもスポットを当ててみましょう。文字通り違う角度から描いたり、野菜などの場合ですが半分に切って描くということをぜひ試してみてください。ここではカボスですが、今の時期ならばカボチャやみかんなども良いですし、トマトやピーマン、玉ねぎなども面白いですよね。丸ごと描いた時とは違った、また新しい印象で絵手紙に向かうことができるでしょう。また絵手紙には、保護にしないや下書きなしの一発勝負というルールがあります。これは第一印象が一番強烈にあなたの感情や感性に訴えかけ、それが絵手紙に現れてしまうことにも関係しています。昔テレビで自分の意中の人を探す番組があったのですが、第一印象から決めてましたと言って告白する人がとても多くいました。第一印象ってそれくらい強烈なのです。先日生徒さんがキウイが2つ枝からぶら下がったものをモチーフとして準備してくださっていました。それを見た他の生徒さんが、わー、こんなの初めて見たと言って、その枝についた2つのキウイを迷うことなく描き始めました。私も売られている一つ一つになったキウイしか見たことがなくて、珍しいなと感じていましたので、彼女の描く絵手紙に興味津々でした。印象というのは時間が経つとだんだん薄れていきます。感動したその場ですぐさま描くことで
その新鮮な思いを絵手紙の中に閉じ込めることができます。写真を撮ればよかったのですが、その彼女の絵手紙は2つのキウイがとてもリアルに、そして枝から下がっている様子が可愛らしく描かれていました。色合いも2つそれぞれ微妙に違えていて、それはそれは素敵だったんですよ。感動や喜びを感じた時は、鉄は熱いうちに打てではないですが、彼女のように速攻で行動すると、その思いが絵手紙の中にストレートに、しかもぎゅっと凝縮されて表現できるのだと私は感じました。実は私はリンドウの花、最近2度ほど描いたのですが、2度とも全く同じ角度で同じような構図で描いてしまい、2度目は新鮮味も感動も薄れていて、ちょっと適当に雑になってしまいました。1度目と2度目とどちらとも動画にしましたが、どっちが後から描いたものなのかお話しするのは控えますが、ご覧になって感じてみてくださいね。ご興味がある方は説明欄に両方のリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。画面ではカボスの色塗りに入っていますが、実はこのカボスちょっと失敗しています。カボスの円の中に房を描くときに、隣から隣へと描き進めたのですが、一番最初の房が小さすぎました。描き進めるうちに房を全部描き終えたとしても円に余剰部分ができると気づき、最後の方ではそれぞれの房を実際よりも大きく描かざるを得ませんでした。こんなことになるんだったら、房は対角線上にある同士を先に描き進めればよかったなぁと思いました。輪郭線のいろいろな描き進め方についても過去動画で配信しているので、気になった方は一度ご覧になってみてくださいね。今回半分にしたカボスを描くのはとても久しぶりで、色塗りに結構時間がかかってしまいました。外側に少しだけ見えている緑色の皮の部分は、細かな点をたくさん入れることでその質感を出そうとしています。狭い範囲ですが、根気よく面相筆で点を打っていきます。カボスの円の一番外側は濃い緑色で表現しています。余談ですが、今は種なしカボスもあって、そちらの方が果汁も絞りやすく、たっぷりと量が取れるのですが、絵手紙に描くときはこの昔からある種のあるカボスが絵になります。どちらのカボスも美味しくて、我が家の食卓にもよく登場します。カボスは大分県が主な生産地で、全国の総収穫量の 99% を占めています。刺身や焼き魚などにかけたり、ポン酢にしてお鍋に使ったりします。味噌汁や納豆に少し絞ったりも美味しいですし、天ぷらなどの揚げ物はカボスと少量の塩をかけると意外にさっぱりと食べられるんですよ。鶏の唐揚げにかけるのもおすすめです。カボスのカットされた種にはほんの少しですがえんじ色の部分があります。そこがアクセントとなっていて、おしゃれな雰囲気を醸し出しています。形が全部残っている種と、うっすらと白く実の奥に見える
種の色を線香機をごく薄く取り塗っています。黄色い果肉のところはキラキラとした感じも少し出したいので、全部をベタっと塗らずにはがきの白を残すようにしようと思います。線香機を果肉の粒々を出す感じで短めのタッチで入れていきます。線香機と上紙を取り、同じように短い線を引くように果肉の部分に入れていきます。はがきの白がなくなってしまわないように意識して入れています。再び隙間をもう少し埋めるように線香機を入れていきます。実際のカボスはもう少し青っぽいので、若葉色を淡く入れることにしました。輪郭線で、輪郭線じゃなくて、色塗りできました。文字入れです。お料理の時はこの調味料も一さじ入れないとなのです。できました。うまっ昨日豆腐にですよ、はい、かぼす絞りかけてたんですけど、うん、そうなの。実は一緒に絞りかけてたのよ。酸っぱいないでしょ。甘酸っぱい。フルーティー。俺たけみにとってはなくてはならない。ならないですよね。何でもかけます。ご飯にとってかけるぜ。うん、かけるぜ、うん。かぼすと醤油がかかったご飯、最高だぜ。スタチとかね、柚子とか、断面を下にして絞るけど、かぼすはこう断面を上にして絞ります。で、カボスはもうタダと思ってたの。タダじゃねえよ。タダじゃねえよ。買うんで。そうなの。なんか歪んでるよ。君は根性があっちゃなんて。晩ご飯がまた君の分だけないかもしれないぞ。